お待たせいたしました。読売ジャイアンツ対埼玉西武ライオンズ、このゲームの模様をお送りいたします。まもなく開始。ジャイアンツの先発はルーキーの坂本、対するライオンズの先発はベテラン宇津美、以上の両先発。さあ、まもなく試合開始となります。右の坂本登板です。どういった立ち上がりを見せるか。まずは1回の表、先頭バッターは指名打者鈴木。第9球投げました。流し打ち、掴みました。これでは0対0で迎える2回です。ワンアウトランナー1塁という場面、打った、1塁線フェアだ、ボールは中継、アイト3塁です。と高木ナイスバッティングです。ジャイアンツ先制のピン、打ちました。ショート右へのライナー、これで2アウト、ランナーは1塁3塁変わりません。投げました、低め、空振り三振、ボール球で仕留めました。先ほどのプレーです。ジャイアンツこの回ワンアウト1塁3塁のピンチでしたが、なんとか踏ん張りました。2回の表が終わって0対0、ジャイアンツ2回の裏、これからジャイアンツの攻撃に入ります。この回の先頭バッターは松井、投げました、ボール。第2球、投げた、見送ってストライク。第3球を投げた、外角高め、スラーブ外れてボール。投げた、見送ってストライク。さあ5球目、打った、これはいい当たりだ、入れば先制だ、入った、先制ホームラン、右中間スタンドに突き刺さった、ツーシームを完璧に捉えました。さあチームメイトからも祝福を受けます。今の先制の場面リプレイでご覧ください。ジャイアンツリードで迎える3回です。ツーアウトランナー1塁という場面で松井、真ん中見送ってストライク、まずは見送りました、投げた、打ちました、山田取りました、これで3アウト。3回まで終了しまして3対0、ジャイアンツリードを3点としています。ジャイアンツ追加点のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー1塁2塁という場面で松井、打ちました、初球打ち、取ってアウト、3アウトチェンジ。4回の裏が終わりまして7対0、ジャイアンツリードを7点としています。ジャイアンツリードで迎える6回です。ワンアウトランナーなしという場面で松井、今日はホームランを打っています。第2球、投げた、2球目ストライク、投球はこれから3球目、これはいい当たりだ、いった、入った、入った、ホームラン、ソロホームラン、松井今日これが2本目のホームラン、スライダーを完璧に捉えました。素晴らしい一発にチームメイトも祝福。ジャイアンツリードで迎える8回です。ワンアウトランナー1塁という場面で松井、初球決まってストライク、まずは見送りました。第2球、投げました、あっと、いった、入った、入った、ホームラン、ツーランホームラン、2打席連発、ストレートを完璧に捉えました。チームメイトが迎えます。ライオンズ何としても得点を挙げたい9回です。バッター高木、ジャイアンツ打った、ビアノエバ掴みました、試合終了、ジャイアンツ完勝です。ご覧いただきましたように、本日の試合はジャイアンツが勝ちました。勝利投手坂本浩樹、敗戦投手宇津美でございます。さあ本日のヒーローは2名、まもなくインタビューが始まります。本当に今日は2人とも大活躍でした。